皆さんこんにちは。今日はグアムで買った購入品のメイクをしていこうと思います。リップをオレンジとピンク買ったので、ピンクメイクとオレンジメイクに分けてやっていこうと思います。で、今日はこっちのインパッションドっていうピンクのリップを使っています。
い、いかがだったでしょうか。今回はピンクのリップを主役にしたメイクにしてみました。アイシャドウパレットも2つ買ってるので分けて使っています。今回はバームのヌードパレットを使いました。で、今回はこちらのゴールドとブラウンのシンプルな色にしています。結構しっかりしたピンクの、リップなので目はあんまりがっつりしないような感じでちょっと夏メイクをしてみました。これすごく発色が良くておすすめです。それで全然期待してなかったこちらのエルフの HD パウダーは思ってたよりすごく良かったです。ちっちゃいパールが入っているのでツヤ肌になるのかなと思ったんですけど、仕上がりはセミマットでした。なんかパールでツヤツヤしてるっていうよりかはこう光を反射させて綺麗に見せてくれるような本当に細かいパールだったので、この夏もすごく使えると思います。あとこの LA ガールの2つめちゃくちゃ良かったです。こっちのコンシーラーはいろんな種類があるんですけど、私はクラシックアイボリーっていう色を選びました。これだけでクマも隠せるし、ちょっとここに傷ができちゃってたんですけどそれも消えるし、なんかプチブラなのにちゃんとカバー力があってすごいなって思いました。海外の YouTube とか Instagram でこの LA ガールのこのコンシーラー見ることが多いんですけど、やっぱり人気なだけあってすごく良かったです。これプチプラだから本当におすすめです。購入する機会がある方はぜひ使ってみてください。これちょっとピンクがかってる色なんですけど、やっぱり自然な感じの色でこう見た目的にちょっとギラギラした感じあるかなと思ったんですけど、綺麗なツヤを出してくれます。私は90番のワットっていう色にしています。これもいろんな種類があったのですごく悩んだんですけど、こう手に取ってみて一番使いやすそうな色にしました。やっぱり自分が欲しいなって思うものしか買わないようにしてるんですけど、今日使ってみた中ではもう全部買ってよかったなって思います。リップもしっかりした発色のリップだし、これからの夏とかにも使いやすそうな色なので良かったです。買って特に大好きなマックなのですごく嬉しいです。オレンジもすごく綺麗な色なので、もう次オレンジメイクするんですけどすごく楽しみです。ずっとマットな色ばっかり買ってたんですけど、これは久しぶりにツヤのある種類にしたのでこういうのもなんか新鮮でいいです。ちょっと気づいてる方もいるかもしれないんですけど、カメラを新しくしたのでモニターが上に出るのでちょっと上ばかり見てアホ面になってるかもしれないです。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。参考になったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。